兵庫県香美町では、秋の味覚、紅ズワイガニを PR する霞ガニ祭りが開かれ、多くの人でにぎわいました。紅ズワイガニは、県内では香美町霞区の漁港のみで水揚げされることから、霞ガニとも呼ばれます。今月1日に漁が解禁し、シーズンの到来を PR しようと、今日は毎年恒例の霞ガニ祭りが開かれました。会場では焼きガニやカニ味噌の甲羅盛りなど、さまざまな料理が販売され、訪れた人が舌鼓を打ちました。めっちゃ美味しいです。とっても美味しい。毎年楽しみにしてます。待ちに待ったカニを食べに来ました。またカニといえば、きれいに身を取り出すのに骨を折る食べ物ですが、会場ではいかに身を残さずに食べきることができるか競う大会も開かれ、参加者は文字通り余すことなく霞ガニの魅力を堪能していました。難しかったです。足がうまいこと取れなかったところが。めちゃめちゃ美味しかったです。美味しいカニだけども時間がないんで、もっとゆっくり食べたかった。優勝した人にはもちろん霞ガニのセットが贈られました。